はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。ユニバース25っていう実験、皆さんご存知でしょうか？通称楽園実験と呼ばれるものなんですけれども、楽園を目指して、人間は活動してるわけなんですけれども、まあ、ユートピアですか？もしそれが実現したらどうなるのか？ジョン・カルフーンっていうですね、米国の動物行動学者が実験を行った、1968年から1972年にかけて、ですから50年前ですね、およそ、3840匹が暮らせる256の巣箱と共有スペースの床を用意し、オスメス4匹ずつのネズミを飼育した。餌は食べ放題、無制限に出てくる、餌を食べる餌場もたくさんある、水は新鮮、温度管理もバッチリ、病原菌の侵入にも気を配り、病気がないと。104日目に第一子誕生。その後、ネズミ残食で増え続け、315日目には620匹まで増えたそうであります。620匹まで増えた。で、315日目以降に行動に変化が起きました。このネズミの群れに。巣箱はたくさん余っているのに、定員15匹のとある巣箱に111匹がぎゅうぎゅう詰めで暮らしていたり、中には1匹しか使ってない巣箱があったり、時間はいくらでもあるのになぜか同じ時間に、餌場は余ってんのに特定の餌場に押しかけ餌を奪い合う、なんかサラリーマンなのかっていうような、同じ時間に時間ずらせばいいじゃんね、思いますけれども、3割の巣箱で暮らすネズミとですね、7割の床で暮らすネズミが分かれた。巣箱は必要なのに、その出産育児に巣箱は必要なのに、床で暮らすネズミが7割、巣箱ネズミは集団行動を取りました。床ネズミは集団行動しなかった、群れなかった。巣箱ネズミは凶暴で貪欲、いくらでもあんのに餌はそれを独占しようとして餌を食べに来る、床ネズミを集団で攻撃した、なので床ネズミはですね、集団ネズミ、巣箱ネズミが寝てる間にこそっと餌を食うようになった、床ネズミは繁殖しようとせず、巣箱ネズミに攻撃されても抵抗も逃走もしなかった、なすがまま。これを言ってるやつもいますけどね、なんか犠牲を増やすな、抵抗すんなみたいな、こと言ってるやつもいますけれどもね。巣箱ネズミはオスメス見境なく繁殖しようとした、繁殖年齢に達していない子ネズミも毒牙にかけようとしたと、ロリ同性愛っていうことですか。誰も守ってもらえない床ネズミのメスが凶暴化、あ、これフェミかな、巣箱ネズミに繁殖させられて生まれた子供を育児放棄した、巣箱ネズミのオスしか繁殖行動しなかったから、まあそういうことになりますよね、育児放棄で巣箱から追い出された子供は全員床ネズミになった、生まれた時から床ネズミは巣箱を守ることも繁殖をすることも育児も行わず、ただただ食べて毛づくろいして過ごしたと、餌をめぐって争うこともなく、体に傷一つない毛づくろいも完璧な美しいネズミの誕生。発情しても、オスがメスに求愛してメスが巣箱に招き入れるっていう求愛行動様式を知らないオスはメスの後をストーカーしてつきまとう、未成熟のメスやオス同士で、つながおうとして、し始めた、つながる、つがおうと、し始めた。乳児死亡率は急上昇、90% を超えた。巣箱ネズミもとうとうすべて床ネズミと化し、つまりですね、全員ですね、そこの場所で生まれた子供の世代になって、初代のネズミなんかとっくに、いないんだろうし、そこで生まれたネズミばっかりだった、床ネズミと化し、560日目に全ての出産行動が停止した。暴力と
セックスのない美しい世界が実現した。全員床でただただ餌を食べ毛づくろいするだけの静かな時間が経過したと。最大2200匹まで増えたネズミは猛スピードで減り始め、そうだよね、出産しないんだから、920日目に最後のオスが死んで、ユニバース25のネズミは全滅したと。この実験は規模を変えて25回行われたが、結果は全て同じだった。靴沢の考察なんですけど、7割の無気力ネズミが巣箱を放棄したのは維持管理する気力がなかったから、あとは繁殖する気、なかったから、必要なかった、攻撃されても抵抗する気力も逃走する気力もない無気力ぶりにあっぱれ。集団行動しなかったのはコミュニケーション能力がなかった、あるいはコミュニケーションする気力がなかった。この無気力ネズミがいきなり7割も生まれたってことは、日本もね、充実したベーシックインカムとかが始まってですね、国民みんな生活保護みたいになったら、こうなるんじゃないか、と私思います。ある程度のストレスや、競争は必要なんだな。この場合は、人間がですね、全部面倒見てやっちゃったから、ネズミから生活力を奪ったってことなんじゃないでしょうか。で、絶滅するべくして絶滅した。これ過保護な親の子供がやっぱハキハキした子にはならないよね。無気力な子になっちゃうよね。成績はいいけど、ということなんじゃないだろうか。あと国家が生活力なくても暮らしていけるように国民を甘えがしたら、みんなこうなっちゃうんじゃないか。今はね、まあそんなことないから。7割も無気力ネズミはいないですけれども、まあ中にはいますけれども、親のすねかじってさ、働かないで家でいられるニートさんたち、引きこもりさんたち、これなんじゃないの。生活力を親が奪った、親が養ってくれるから。まあ私はね、引きこもりさんは働かないでも食ってけんだから、現代の貴族だよな、って思っておりますけれども、あと恋愛の仕方がわからないっていうのも、あるなぁ、これなぁ、まあ魔法が使えるようになるというあれですかね。あと同性愛増える、ロリコン増える、なんていうのもさ、無気力ネズミにも、凶暴な方にも、凶暴な方も餌なんぼでもあんのに、無制限に湧いてくんのに独占しようとするっていうのは、もういくら儲けてもまだ足りないっていう、そんなようなあれですかね。汚職政治家がですね、なんでそんな金必要なの、がめついの、呆れますけども、たまにね、そういうことなんでしょうか。無気力ネズミでない皆様、11月19日、外国人実習制度廃止デモやります。これにご参加ください。毛づくろいだけしてんの嫌でしょ、飽きちゃうでしょ、無気力ネズミに、じゃないでしょう皆様は、ということで、11月19日デモにぜひともご参加ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。